こんにちは、アートコです。こちらアートコ家のスタンディングデスクです。シャープ製ですね。シャープ製、高さが114センチ。いつもここで立ちながら、ゲームしたりパソコン作業したり動画編集したりしてます。なんとこのスタンディングデスク、ちょっとね、こうね、ほら開けて中が、おっと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 、開けて中に水とかがね保管できるようになってます。以前はね、このスタンディングデスクの上に電子レンジがね乗っかっていたんですけど、ちょうど良さそうだなと思って電子レンジどけて、ね、パソコンデスクになってます。結構ね、よっかかったりもできるし、高さあるし、奥行きが結構ねしっかり広いので割と使いやすいです。だいたいこのスタンディングデスクをね1年半くらい使ってますけど、まあ、確かに座って作業するのに比べると集中して作業できることが多いんじゃないかなという気はします。ただやっぱり長時間になると、まあ、ちょっと足疲れてきたりとか、こう眠くなったら膝折れしたりとかね、そういうのもあるから、まあ、ちょっと時々ね座って作業もしたいなというところでですね、今回ちゃんとしたスタンディングデスクを購入してみました。こんなのが家に届きました。めっちゃ重いです。タンスの弦から発売されているガス圧昇降式の、スタンディングテーブルです。お値段12,800円とお手頃価格なんですけれども、Amazon で、10% 引きになってました。なんかね、10月にもね、タンスの弦の、本店の方のサイトで 20% 引きくらいで売ってたんですけど、サイトのね決済機能がおかしくなってて、全然注文進まなくて買えませんでした。で、まあちょっとね 10% 引きでちょっと若干悔しい思いをしながら購入しました。組み立てです。早送り。梱包は結構しっかりしている感じ。付属の六角レンジとスパナで締め付ける工程がほとんどなので特別な工具も必要ありませんが、まあ、一応ドライバーもちょっとだけ使います。簡単な説明書もあるので迷うことはほとんどありませんでした。なぜか深夜に組み立て始めてしまいましたが、天板や足の部品が重いので物音対策が大変です。組み立ては日中が良いと思います。ご近所迷惑ですすみません。完成品の寸法は横幅90センチ、奥行き60センチ、高さ71から109センチとのこと。キャスター付きで動かせるのとガス圧昇降で手軽に高さ調整できるのが売りみたいです。あとお値段、いろいろ見て回りましたが、この大きさでこの価格のデスクはこれくらいだったと思います。コスパ高し。ちなみに商品紹介ページにはこんなことが書いてあります。これが EU 基準の働き方改革だ。わかるようでよくわかりませんが、そもそもなぜ普通の机じゃなくてスタンディングデスクなのかというと、座る時間が長くなると足を動かさないから血液循環が停滞したり、下肢筋力が低下したり、肩こり、腰痛の元になったり、これらが原因で集中力や認識機能が低下したりすると言われています。で、これらの問題を解消するには立ち作業、ということでスタンディングデスクが手軽なアイテムとして人気なわけで、 Google とか Facebook みたいな企業も導入しているそうです。またテキサス A&M 大学の研究によると、学力アップやモチベーションアップの効果もあるんだとか。YouTube にも結構スタンディングデスクの動画上がってますが、まあコロナ禍でリモートワークが増えて需要が高まっているものと思われます。僕はコロナ禍無関係に残業バリバリのブラック社員なのでリモートワーク全然関係ありませんけどね。で、一見いいことずくめっぽいスタンディングデスクですが、冒頭でもお話した通り、ちょっと座って休みたい時もあります。というか、同じ姿勢で立ちっぱなしも膝や腰を痛める原因になったりするので、まあ、こまめに動いたり、立ち座りを交互に繰り返すのが大切ですね。ちなみに、スタンディングデスクというものを知ったきっかけが、某メンタリストの D 氏なんですけど、D 氏のようにステッパーを使用するには、このデスクでは明らかに高さ不足だと思います。ステッパーも一時期使ってたことありますが、あれ思ったより視点高くなるんですよね。ちなみに、座りっぱなしがダメなら、ほとんど寝ながら作業すればいいんじゃないと思って、寝ながら作業できそうな簡易テーブルと、座椅子とプリズムメガネを用意したこともあるんですけど、まあ、残念ながら全然集中できませんでしたね。完全にネタです、これは。さて完成。
質感とかはなかなかいい感じです。商品のレビューページに昇降が硬いとありました。確かに動かし始めはめちゃめちゃ硬いです。何回か動かすとスムーズに昇降可能です。ただほっといて時間が経つとまた硬くなってきます。思いっきり体重をかけないと下がらないくらい硬くなります。現在使用して3週間くらいですが、使っているうちにもう少し緩くなってきてほしいなというところですね。ハンドル昇降式のものよりはこっちのガッサツ昇降式の方が手軽で便利なのかなとは思います。あと YouTube にですね、電動昇降式のスタンディングデスクの動画とかね、上がってたりするんですけど、予算に余裕があるなら電動がいいのかなとも思いました。やっぱり電動はすごい便利。あと天板、商品紹介ページによると傷に強い PVC シート張りとあります。ツルツルじゃなくて表面に非常に細かい凹凸が刻まれてます。このおかげでマウスの滑りがめちゃめちゃいいんですよ。クラッシュエアホッケーみたいですね。ブルー LED のマウスじゃなくて、昔ながらの赤色 LED のマウス使ってるんですけど、非常に感度が良好です。マウスのヘビーユーザーにはいいかもしれませんね。なおカラーによって質感は違うそうです。僕のはブラウンカラーですね。キャスターに関しては僕の家の、ね、床がクッションフロアなので、なんとなくコマが回りにくい感じがします。しっかりした床だともう少し動くのかなと思います。あと直に使ってるとクッションシートにキャスターがめり込むので傷防止に板挟んでいます。ワンルームの部屋にはちょっと大きめのデスクに見えるんですが、大きめの作業スペースが欲しい僕的にはこれくらいの広さがちょうどいいのかなと思います。拡張ディスプレイをつけて2画面とかもいけますし、なんなら PC を2台並べて作業なんてことも可能です。はい、作業スペースが完全にゲームスペースになっています。なんかスタバの紙袋がかかってますが、ここに電源コード類をぶち込んで配線をシンプルにしてます。はい、長くなりましたがこんな感じです。全体的にコスパ良好、お値段以上と思っています。もしこの動画を見てスタンディングデスクに興味を持たれたら、とりあえずいきなり買うんじゃなくて、自宅のデスクの上に箱を置いてみるとか、僕みたいに冷蔵白物家電ですね、使ってみるとかね、効果実感してみて本当に体に合うか確認してみてからにするといいんじゃないかと思います。それでは以上になります。この動画が面白かったらグッドボタンをお願いします。よかったらチャンネル登録もどうぞ。それでは今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。